皆さんこんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、もう恒例となりましたが、長岡造形大学の方で今教えている情報リテラシー論の第10回のですね、ツイートの方を紹介していきたいと思いますが、今回のテーマは、ラジオ離れと音声技術の進化ということで、お話をいたしました。順番にツイート見ていきたいと思うんですが、まずその前にですね、ちょっとこちらをご覧ください。はい、これは11月25日に、受講生の方が投稿されたものなんですけど、テレビをつけたら前に授業でやってたようなことをしてたよということで、こう紹介してくれたのがあったんですね。まあ、このような形で、授業以外の時に、この情報リテラシーっていうことについて考えてくださって、しかもそれをハッシュタグをつけて投稿してくれたので、私もこうやって見つけることができてですね、こういうの投稿はすごく嬉しいですね。ポイントは高いと思います。はい、ではですね、今日本題に入っていきたいと思いますけど、まず恒例、これも恒例になりましたが、ここにありますようにですね、今日の、並木通りというところから、スタートしますね。ちょっと行き過ぎましたね。はい、こちらね。これからスタートしたいと思うんですけど、もうだいぶね、もう冬になってきて、もうね、真っ黒になってきましたね。もう白と黒だけの世界になってきましたけど、順番に見ていきたいと思います。はい、情報リテラシー論始まりましたということで、出てきたんですけど、まず最初にちょっとお話、気軽にツイートできないって書いてるのは何かっていうと、この間ニュースがありまして、ある方がですね、そのポルノ、自動ポルノの、写真というものをツイッターに投稿したと。で、それ自体も、もちろんね、法律的に問題なわけですけど、それをリツイートした人がいて、リツイートしたっていうことも、問題になったということについてね、リツイートすることによって、他の多くの人に伝えてしまったと。まあ、それも犯罪を助長するわけではないけど、いけないことだっていうことで、まあ、ニュースになってました。それについて最初にお伝えしました。はい。あとですね、この NASA のですね、噂が回ったっていうことで、そういったこともね、ちょっと書いてみたんですけど、本当ね、デマっていうのが、Twitter 上はね、特に回っているということで、その辺をちゃんと調べてね、リツイートするならリツイートしようねっていうことを話しましたね。1年前に誰かがリツイートして、それをみんながリツイートして、昔の情報が騙されてきた人が多数いた事件もあったって、そうですね、結構あるんですね。これまたコメントで書きましたけど、まあ、iPhone がドコモから出るっていうのもですね、もう散々ですね、過去のニュースをたまたま見つけた人がですね、今回のニュースだと思ってリツイートするというね、ことがありました。まあ、結果的には出たわけなんですけど、まあ、こういうようなこともありましたよね。あと最近だと、おぼかたさんが、スタップ細胞を発見したっていうものも、これも今ね、結局今回打ち切りになりましたけど、実験が打ち切りになりましたが、その3月ぐらいに発見したっていうものをたまたま今ね、見た人が、その再現できたんだっていうことでリツイートしちゃって、それが、ま、実はね、ま、昔の話なのにね、そういうこともね、問題になりましたよね。はい、NASA の話なんかがここに書いてますね。で、せっかくなので、ってことで、ちょっと前回見れなかった、バインの動画ですね、大関玲香さんの動画だったりとか、あとは、タイムラプスとスローモーションの動画、実際私が撮ったものなんかを、見ていただきました。タイムラプスならではの、まあ、いわゆる長い時間撮ったものを早送りで見るっていうものとか、あとスローモーションで見るっていうのはニーズがあると思いますので、ぜひね、こういったものは、皆さんも挑戦してみていただければなと思いますね。はい、それについて結構書いてますね。要するに、まあ、自分たちがやっていること、自分たちが伝えたいことを表現する方法として、タイムラプスがいいのか、スローモーションがいいのか、普通の動画がいいのか、バインがいいのか、インスタグラムがいいのかっていうふうに考えていくということですね。これはすごく重要です。はい、ビー玉動画面白いということでありがとうございます。はい、次ですね。今日のテーマということで、ラジオについてということで、最初にちょっと余談で話したのが、ラジカセってみんな知ってますかっていう話とかですね。あと、ラジオ体操って知ってますかみたいな話から、入っても、今若者がね、若者というか、
小学校の子供がラジオに接する機会ってラジオ体操しかないんじゃないのっていうようなことなんかも話しましたし、昔私はテレビが見れなかったので、ラジオでテレビの音を聞いて、テレビの映像を妄想化してたと。これは妄想力が高まっていいことですよっていうことなんかを話しましたね。はい。で、このスクールオブロックっていうのが結構ね、人気があったっぽいですね。みんな書いてますね。はい。ラジオ体操の話なんかで盛り上がってますけど、次どうでしょうか。はい。で、ラジオはね、今すごく経営が苦しくて、収入も減っていたり、広告収入も減ったりしている中で、まあ、新潟の FM 新潟さんっていうとこは、増収増益を続けてるっていうことで、素晴らしいですよねっていうことで、まあ、ラジオとしても生き残る方法っていうのはまだまだあるんだっていうことを、まあ、実際ね、実現できてると思うので、参考にしてほしいなっていうことを話しましたね。はい。まあ、この結局、伊集院さんのラジオ大好きですみたいな感じで、まあ、その、芸能人の方がね、まだまだ引っ張っていける部分があると思うので、本当ね、ラジオ力入れてほしいなと思いますよね。はい。そんな中で、まあ、ラジコっていうのが出てきたので、ラジオを持っていなくてもね、ラジコでラジオが聞けるってかなりいいと思いますので、ぜひ皆さんもやってみましょうみたいなことについて話しましたね。はい、投稿済みのラジオしか聞かないと。そうですね。ラジオは好きですと。ラジオ好きです言ってくれてる人はね、この放送事故。放送事故ね、確か5秒ぐらいで無言で放送事故なのかってことあったんですが、これ調べてみたら、一応局によって若干、前後はあるんですけど、10秒前後ぐらい、無音が続くと、自動的にそれをカバーするですね、音声が流れるっていうのが仕組みとしてあるようなんですね。なので、1分もずっと無音で続くっていうような放送事故は起きないような仕組みはあるっぽいですね。はい、NAC5 も結構人気がありますね。で、今回見ていただいたのは、その、地震が発生した時のラジオの生放送を見てもらったんですけど、まあ、ラジオっていうのは、そのちょっとね、災害とかこういう時には、映像がないっていうのが逆にいいっていうこともあるんだよ、みたいなことについて、話しましたね。ラジコ。で、有料版のラジコが出て、日本中の放送が聞けるようになったっていうのことなんかをお話ししました。で、そんな中で、ラジオを使ったサービスもいろいろ出てきていて、ラジオ番組を文字起こしするものとかね、あとはラジオで撮ったものをポッドキャストで、後から、聞くことができる、もしくは有料で配信するみたいなことも出てきたと。で、ここからちょっと音声の話に来まして、音声を使ったソーシャルメディアとかで、ボイスリンクとか、バブリーとかね、ちょっと面白いものが出てきてますよと。で、そんな中で、僕も考えましたっていうことで、ツイッターを本当につぶやくクチッターっていうものどうなのっていうことで、お話したり、あとね、このサウンドハウンドと、シャザムは結構反響ありましたね。本当にこの音声技術、音声認識っていうんですかね、の進化ってすごいなって今思ってるんですよね。ぜひ皆さんもですね、使ってみてください。はい、サウンドクラウドね、サウンドハウンドとサウンドクラウドがありますけど、この辺も結構反響がありましたね。はい、次ですけど、シャザムすごいと、シャザムすげーということで、皆さん書いてくださっています。はい、あとね、一応コメントの部分を返事書いたんですけど、あ、これちょっと言っときましょうかね。シャザムみたいなやつあるよねって、ミドミみたいに自分でメロディーハミングして、それ聞かせると曲検索してくるやつ。これ日本のサービスとしてあるんですが、このバックで動いてるのが、シャザムだったり、サウンドハンドだったりします。さっきの、後で話します、Siri にね、新しく音声検索機能がついてるんですけど、それもシャザムを使ってますからね。この2つは重要かなって気がしますよね。はい、ということで、まだシャザムサウンドハンドで盛り上がってますけど、次にね、お話したのは YouTube の字幕っていうものですね。これ自動で字幕がね、文字起こしでするっていうのだけでもすごいんですが、さらにそれを文字起こししたものを、翻訳するっていう機能があると。翻訳すると日本語のものをね、アラビア語にしたりとかフランス語にしたりできる。ということは逆に言えばフランス語のものを日本語に変換してみることもできるってことで、もうね、ワールドワイドになったんだよってことについて、お話をしました。
あとはですね、自動字幕の話なんですけど、この音声翻訳っていう話から、もうマイクロソフトのね、スカイプなんかですと、もう自動で音声が翻訳されるようになってきてるっていうことで、恐ろしい時代が来たなっていうことについて話しましたね。手話まで音声変換するとかね、こういうニュースをお伝えしました。スカイプね。で、そんな中で、Google もですね、音声検索に対応ということで、OK Google ってやつですね、話と、Siri の話なんかを、していったんですけど、本当に音声検索今増えてますので、ぜひですね、ここにリンクを貼っときましたけど、ここの中で紹介してますんでね、ご覧いただきたいと思うんですけど、あとはですね、こんなのもありましたね。そうそうそう、首を振ったら手でめくる。首を振っただけでめくってくれるようなアプリとか、あと目を追いかけてページがめくられるとかスクロールするっていうようなアプリがもうあるんですけど、これについては後でリンクで紹介してますので、また見ていただきたいんですが、またね、別の機会でもお伝えします。これすごいですよね。音声検索、昔よりずっと精度が上がっていて何でも聞き取ってくれるからすごく便利。本当音声検索ってもう5年前とか、下手したら10年はいかないんですけど、5年ぐらい前とか7年も8年ぐらい前とかであったんですよね。あったんですけど、すごく精度が低かったんですよね。これが最近めちゃくちゃ上がってるっていうことで、本当に使えるようになりましたので、ぜひね、使ってほしいなと思うんですよね。まあ僕も何回も話してますけど、1万字ぐらいをね、全部音声入力でできたりしていますからね。ぜひ皆さんもね、挑戦してください。はい、Siri でいろんなことやっていました。特にね、iOS 8から入ってる、Siri はですね、Hey Siri って呼びかけると自動的に起動するっていうものがありますが、これ本当に賢いので、ぜひね、やってみてくださいみたいなことを話しました。はい、Siri すごいなということで盛り上がってますね。それで、最後の部分で話をしたのは、まあ今、Siri などの代表される音声認識っていうものまで来たんですが、まだですね、音声認識するんですけど、人の声をね、聞き分けることができるという声紋認証っていうのはまだ来てないんですが、僕は指紋認証の次は声紋認証だと思っていて、例えば iPhone なんかも指紋認証できますが、指紋認証しなくても、iPhone に呼びかけたら、ご主人様ということで起動するみたいなのができるといいなと思ってるんですね。そうすると本人しかね、できないと。そしたら風邪ひいたらどうするんですかみたいなコメントありますけど、それは現時点で指紋認証でもあるんですよね。指紋認証でも手が荒れていたら、指紋認証私も通らない時があるので、その場合は結局パスワードで、なので、まあそれは変わらないのかなって気はしてますけどね。はい。で、最後はアイコンタクトになって、最後は以心伝心になったらすごいねっていうことで、今回の回は締め終わったって形ですね。で、今回珍しくですね、1分半ぐらい、2分弱ぐらいですね、時間が余ったので、ちょっと最近面白いことっていうことで、自販機とかウォーターサーバーとかですね、今こんな風に変わってるんですよ、みたいな話を、いたしました。はい。ということですね。まあ、今回は、まあ、音声ということで、まあ、音声といえばラジオということでお伝えしたんですが、まだまだね、ラジオの生き残る道もあるんじゃないかと思っていて、で、まあ、今回そういえば触れるの忘れてたんですけど、AM がやってた見えるラジオってなりましたよね。だからこのように、ラジオっていうものから見えるっていうところに、行ったら、結局テレビに勝てないじゃないですか。だから結局見えるラジオっていうものも普及しなかったと思うんですよね。だからそうではなくて、音声ならではのやっぱり良さっていうものを、追求することが大事だと思うんですね。で、まあ一つはやっぱ音楽があると思っていて、で、いくらですね、YouTube が普及しても、iTunes が普及しても、やっぱりキュレーションしてくれるっていう力はないんですよね。だから番組が、いい音楽をセレクトして、ヒット曲を流すんではなくて、みんなが知らないようないい曲を見つけてくれるようなこととかあれば、まだまだね、ラジオに生き残る道ってあるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。あとやっぱり生放送だと思いますね。生はやっぱりね、その時しか聞けないっていうものがあると思うので、まだまだ生き残る道はあると思っています。あとはね、アプリとか、ソーシャルとかね、ネットとの連携、クロスメディアっていうことは重要かなと思っています。はい。ということで、今日はですね、今回ラジオ離れと音声技術の進化ということで、お伝えしました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。
バイバイ。